吉野家でネギラー油と牛すき鍋単品食べてみた。通算今期の牛すき鍋は8食目です。今期鍋用のネギ増し追加メニューはなかったので牛丼向けのネギラー油を試した。価格はネギラー油140円、牛すき鍋単品657円、797円。朝時間帯の吉野家利用の定食のクーポン使用して200円引き。食べた感想。ネギラー油のネギは長ネギで、引き切りで細かに切ったような形状をほぐしたようなもの。ボリュームは小鉢にほぼ一杯といった見栄え。ネギラー油のラー油は辛さは強くない。何かのつぶつぶが混じっておりガリッと感が邪魔くさい。見た目フライドガーリック粉々にしたものかと思いきや味はしないので、唐辛子の種部分とかなのかな。牛すき鍋単品は毎度のことですが牛肉は多いけどネギは1個と葉部分などで細かいもの。少量ずつ各品一口ずつ食べた後に、ネギラー油を単体で食べれるものではないため、牛すき鍋の鍋にネギラー油全部投入して食べた。ネギラー油は、予想したよりも辛さが物足りない。ネギも細かいため、見た目よりはボリュームはなかったかもしれない。牛すき鍋、単品も食べ終えて腹は満腹ボリュームでした。牛すき鍋、単品は、きしめんが多め、白菜は細かいカットなのに、玉ねぎは大きめなのが目立つ。今回ネギは塊のものは1個程度で残りはばらけたような白い部分と青い部分。人参は毎回同じ印象。やはり牛すき鍋だと野菜のカットが毎回ばらつきがあるのでした。ネギラー油に関してはスーパーでネギ1本80円前後の買って切って好きなラー油適当にぶっかけた方が安く調理できそうな気がした。イートイン価格すぎる内容だったかな。どちらにしても吉野家のサイドメニューはどれも全体的に価格が高い気がする。炭水化物が 6.9g と意外と多いな。ラー油に甘み成分混ざってるのかもしれない。タンパク質は 1.2g と低いので、サイドメニュー選ぶなら、ネギ卵の方が良いかな。青ネギですけど。